ようやく涼しくなってきました。ゲータン TV ナビゲーターのルナです。あかねです。今日は同時配信しているチームラブアイランド踊る美術館と学ぶ未来の遊園地にちなんで美術館のトリビアです。9月25日まで大分市美術館で実施されているイベントですね。そうです。体験型の仕掛けがいっぱい準備されているのでクリップを見てからぜひ実際に行ってみてください。私たちにも楽しいのかな。はい、そのデートにも最適です。大人も子供も十分楽しめますけど2人で行くんなら平日がおすすめです。一般1500円のところペアチケットなら2枚で2600円、高校生と大学生なら2000円で入れます。中学生以下は無料です。あかねちゃんもう行ってきたのよね。はい、自分で描いたお魚を水族館で泳がせてきました。他にはどんなイベントがあるの？それはクリップで見てください。今回は美術館のトリビアです。そうでした。前にもガイドで美術館のことを取り上げたことがあるのよね。美術館と博物館の見分け方。ミイラが展示してあるのが博物館。ピンポン。だから今回は展示っていう視点からトリビアをお送りします。ああ、目の不自由な方が指先で本が読める。そうそう、専用のソフトもあってボランティアの人が一生懸命って、違います、同じ種類やテーマのものを集めて多くの人に見ていただく展示、プレゼンテーションのことです。1980年代に全国各地で博物館、美術館をはじめとする展示施設が次々に設立される中で、展示に対する考え方が従来の単に陳列するという概念から大きく変化し、展示自体が総合的なコミュニケーションメディアであるという視点に立った研究の必要性から、1982年に設立された日本展示学会が言っている展示ね。そうです。一気に言われるとちょっと分かりにくいけど、その展示です。展示学会の皆さん、あかねちゃんが分かりにくいって言ってます。言ってません、一気に言われるとってだけです。現代の社会において大衆的情報伝達方法の一種としての展示はますますその重要性を加えてきている。全国各地に博物館、美術館の設立が相次ぎ、なお多数の施設が計画中であるという博物館、美術館などの文化施設にとどまらず、各種公共施設、企業、事務所などにおいても恒久的あるいは臨時の広報手段として様々な形で展示という方法を採用せざるを得なくなってきている。学会のホームページに書いてあることをそのまま言うのはやめてください。でも大事なことも書いてあるよ。展示は言語情報、映像情報をもその内部に包含しつつ、さらに実物による情報、実体験による情報をも加えて、いわば五感すべてによる体験情報を与えるものであるって。確かに今回のイベントなんかはその典型なんだけどね。マスメディアによる情報伝達がしばしば情報の一方的配達となり、情報の流れが一方交通的となりやすいのに対して、展示においては情報の受け手が自ら体を運んで積極的に参加するという側面があり、そこには見るものと見られるものとの間に双方向的な対話と相互作用が成立する。そういうことなんだけど、その文章を私たち自身が十分理解して2人の会話として情報を伝えるようにするのが私たちの使命でしょ。使命っていうほどのことじゃないと思うけど。普通展示っていうと絵にしても彫刻にしても作品を見るってことがメインよね。最近は作品と自分を同じフレームに入れて自撮りするのが流行ってみたいだけど、モナリザと私みたいな。それはちょっと違うと思うんだけど、今までは見るっていうことしかできなかったわけ。鑑賞ってことね。でも最近は触れたり操作することで表現する作品も生まれてきているの。鉄道博物館なんかで模型の電車を走らせるとか。そうそう、ただ見るだけじゃなくて参加型の展示。そういう意味じゃゲームセンターなんかも入るんじゃない。確かにゲームっていう作品を展示しているっていう考え方もできるわね。それなら遊園地も入っちゃう。それはちょっと。ジェットコースターっていう作品を体感しているわけでしょ。そういう風に言われると入れちゃおうかなって思うんだけど。入れちゃいましょう。展示が身近になるじゃない。それじゃあテレビはどう。電波を使って作品を送り届けて作品を鑑賞するっていう風に考えれば、テレビ局がバーチャルなミュージアムってことになるわね。でもそれだとさっきルナちゃんが言ってた情報の受け手が自ら足を運んでってとこがなくなっちゃうでしょ。遊園地はその条件クリアしてるわ。展示物と同じ空間を共有してる。そうなんだけど、例えば自分の描いた絵が泳ぎ回るっていうのとは違わない。乗って運ばれてるだけだから。そう、受け手の意思が反映されてないっていうか。操縦してるのとは違うわね。飛
光るボールを投げると色が変わるっていうのもあるんだけど、これも投げたり触ったりするってことで作品そのものが変化してるの。乗ってるだけじゃないってことね。そういう意味では音ゲーやドライビングゲームは大丈夫だから、ゲームセンターは一種の美術館ってことになると思うけど、ジェットコースターは映画やテレビと同じっていう風になるんじゃないかな。そうね。でもそうやって美術館のイメージを広げれば、従来の美術館も身近に感じられるようになる。そりゃそうね。もっと気軽に楽しめるものになるわね。ということで、2人の意見が一致したところで今回はここまで。次回はしゃぶしゃぶのトリビアをお送りします。それでは皆さん、ごきげんよう。